はい、どうもトラッチの無課金ハオーロード阪神純粋編です。今日でログインが、740日目ですね。はい、現在2021年6月26日の、午前8時22分なんですけども、今回ですねちょっと契約書の方ね開封したいなと思います。コーダの達人のね、累計のこの S ラン確率 10% 契約書で S ラン確率 30% 契約書ですね。であと A ランクのね TS 契約書ネットスタジアムの、累計のやつですね。これ開封したいなと思います。この3枚。はい。昨日からね、タイムスリップ第3弾来てましてね、阪神はこの福原選手なんですけども、まあ僕非常にこの選手欲しいんですけども、まあ今回ガチャもせず、ランキングも走らず、累計にかけようかなと思ってます。はい、まあ非常に欲しいんですけどね、9位80で、まあ、A 乗ってますし、ね、欲しい選手ではあるんですけども、今回はもうガチャもせずにもう行こうかなと思ってます。はい、ランキングも走らずガチャなしで、ネットスタジアム累計飛びたいなと思ってます。はい、はい、コーダの達人の方なんですけども、コーダの達人、一応まああと1日と6時間残ってるんですけども、一応全部というかこの残りの10エナジーですね、これだけ残してあと全部取ってますんでね、一応今回自然回復のみでやりまして、まあ、1日以上前にね、S ランク 10% と S ランク 30% ね取れましたんで、まあ、このままもちろん、自然回復で最後までやろうかなと思ってます。はい、そういう感じですね。それでは、契約書の方開封したいなと思います。まずは A ランクのね TS の契約書なんですけども、今回阪神絡みといいますか、阪神純正にとってはね、非常に、なんていうんですかね、楽しみな契約書なんですけども、まあもちろん福原選手、阪神のね福原選手今回 TS サンダーで出てるんですけども、その福原選手か、あと中日でチェン投手も出てましてね、チェン投手も現在阪神に在籍しますんでね、通常の A ランクも出てて僕3枚持ってるんですけども、チェン投手も欲しいなと思ってます。あとオリックスの西投手、オリックスで出てるんですけどね、西投手も、まあ、一応称号用3枚ぐらい持ってるんですけどね、まあアルニコしたことはないんでね、まあ一応12分の3で、まあ欲しい選手いますんでね、来てほしいなと思います。この A ランク TS 契約書ね。はい、それではいきます。 A ランク TS 契約書1枚お願いします。さあ、福原選手、チェン選手、西選手、この3名のいずれか来てほしい。さあ誰、おー、いいですね。福原選手来ましたね。いやー、僕、まあ、去年でも2枚持ってるんでね。まあ、今回 A ランクの TS 選択契約書で2枚取れるんで5枚になりますね。これはちょっと累計、ぜひ出てほしいなと思います。はい。いや、福原選手来ましたね。いいですね。はい。はい、それでは、S ラン確率 10% 契約書いきますね。コーダの達人の上級全クリア報酬ですね。まあ、これはもうとりあえず S ランク来てほしいです。いきます。 S ランク来い。んー、いや、渋いな。いや、もう B ランクグルック、あ、おー、じゃあ S ランク来た。 S ランク来ました。はい、 S ランク来ました。走来い。おー、福田選手中日ですね。いや、いいですね。S ランク確率 10% 契約書からS ランク来ました。はい、中日の福田選手、いやいや、もう十分ですね。 S ランク来ただけでもいいですね。はい、 A ランクで福原選手来て、S ランク 10% で S ランク来ましたんでね、今回 S ランク 30% いきますんでね、これではもう阪神の S ランク来てほしいですね。はい、いきます。 S ランク確率 30% 逆勝お願いします。 S ランク来い。んー、渋い。いやいや、さっきも渋かったですけどね、 S ランク来ましたんでね。さあ、いや、渋いな。折れろか、割れへんか。今村選手、巨人ですね。はい、 A ランクでしたね。うん、まあまあ、でも S ランク確率 10% でね、S ランクの S ランク選手来ましたんでね、まあ良かったかなと思います。はい、まあ A ランク TS 契約書でもランダムでね、阪神福原選手来ましたんで、まあ、非常に嬉しいかなと思います。今回良かったですね。はい、まあ、ネットスタジアム、あと、そうですね、まだ丸1日経てないんですけどね、頑張って累計取って、福原選手出ることを祈りたいなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで、
見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金ハオロード阪神純正編でした。